guys! モンスターズジョン TV! 始まりました。モンスターズジョン TV! 今回はですね、すっげえ不思議に思ったことをちょっとね、話したいなと思うんだけども、ラブライバーは頭ぶっ飛んでるやつが多いって話。どうなのそれ。俺すっげえそれ不思議に思うんだよね。なんかツイッターでさ、ラブライバーはこうだ、ああだこうだとか、ね、なんかラブライバーの批判をしてる人たちって結構いるんだけど、なんか違うくねみたいな。これすげえ思ったのよ。何かっていうと、結局ね、どんなジャンルにも変なファンっていうのはいるのよ。ラブライブ好きにも変なファンはいます。じゃあ音楽系のファンにももちろん変な人はいます。ジャニーズもファンには変な人います。なんかジャニーズのメンバーの衣装についてる飾りをぶんどったりするような、戦利品獲得みたいな感じであるようなイカれたファンもいます。全部にそれって言えることなのよ。全くいないなんてところはまあほぼないんじゃないっていうぐらい。ただね、それってごく一部なのよ。すっげえごく一部をわざわざピックアップして、そのね、シーン全体を落とすような流れって俺すっげえね、雑だなと思うんだよね。なんで1万人いる中のさ、2、3人をピックアップしてそれを前に出すのみたいな。ざっくり言うとそんなイメージ。うん。比率で言ってもそんなもんだよ。ラブライバーさ、全国に何人いるよ。もはや世界か。世界に何人いるよ。その中の一部をさ、なんかこう、ピックアップして、気違いであだこうだって言ってるのって違うくねって俺思うんだよね。さっき言ったそのジャニーズのあの流れもそうだよ。そんなのやってるのってもう、ごく一部の一部の超一部ですよ。ラブライバーたちがどんだけしっかりしてるのか、ね、ジャニーズのファンがどんだけしっかりしてるのか、いろんな人たちがいる中で、ただごく一部がそんなアホやってるだけで、それをピックアップされるのは俺はすげえね、残念に思います。よくあるじゃん、なんかライブ終わってからさ、ファンが残ってなんか片付けをしたりどうこうってしてるっていうような話。なぜそれをもっと前に出さねえみたいな、そういう話なんですよ。俺はね、ちょっとこの流れはね、良くないと思う。うん。ラブライバー。まあ、アニメ好きだよ。もう鉄板だけど、アニメ好きに悪い奴はいねえっていうのがね、俺の考えね。まあ、もちろん、中にはぶっ飛んだのもいるんだけど、ただそんなのごく一部ですよ。そんなにね、目をやるのは間違ってるから。もうそんなバカはもうゴミへぽいだ。だろ？じゃなくて、もっとね、ファンたちのね、本質というか、そこを見るべきだと思うんだよね。みんないい人たちの集まりだから。ね。勘違いしちゃダメだよ。ラブライバー。ね、もうジャニーズにしても、音楽系も全般のね、このファンの流れ。一部しかぶっ飛んだのはいません。そこにスポット当てるんじゃなくて、もっとたくさんいるね、そのファンたちに俺はスポット当てるべきだと、ガチで思います。もう偏見良くないよ。うん。全然良くないです。もう僕はね、ラブライバー、ジャニーズのファン、うん、音楽系のね、ファン、陰夢中、もうみんな大好きだよ。このね、アホな流れ、ラブライバーはああだこうだっていうイメージを、俺は完全になくしたいと思っている。俺、ラブライバーめちゃ好きですよ。みんないい人たちの集まりだと思いますよ。うん。マジで、この動画でね、少しでもそういった偏見がなくなることを願っております。OK! そんな感じで、以上、また次回、お会いしましょう。See you next!サブチャンネル、モンスターズジョンゲームズでは毎日、いろんなゲームを生放送しています。メインも、サブもチャンネル登録よろしくです。ジョンチェルが可愛かったら、高評価お願いします。今回も見てくれて、ありがとうございました。